はい、今緊急動画回してるんですけど、マレーちゃんがね、陣痛でタクシーに向かってます。はい、はい、今コロナの中なんで立ち会いできないんで、とりあえず送りだけしてます。病院着いてからは一人でカメラ回して頑張って産んでいきたいと思います、はい、現在朝7時50分過ぎぐらい、はい、もう陣痛始まって3時間ぐらいですかね。今日の昼にスポンと産めるように頑張ります。頑張ってもらって、はい、あと一人目と比べて、うん、余裕寂しいな、回れへん、一生じゃないかよっしゃ、いい、頑張ってください。はい、とりあえず今すぐ来ましたんで、今ちょうど痛いです。ファイトレイちゃま、おっしゃ、行ってくるわ、治ったから、うん、行ってまいります、ありがとうございます、うん、頑張れ。はい、病院に着いて休校が3センチだったんで、お腹空いたので持ってきたお菓子を食べたいと思います。娘からもらってきたアンパンマンチョコいただきます。ですけど痛い、お昼ご飯が到着しました。これがご飯やろ、お味噌汁、具前煮と、これナスと魚かな、煮浸しみたいなやつと、とろろと、これなんやろ、なんか卵とキウイとオレンジ、うん、海苔とね、これ醤油かな、が来ました。まだね、さんがなかなか進まないので、ご飯を食べてね、エネルギーチャージしたいと思います。それではいただきます。はい、
しませんか。先ほど、出産が終わりました、12時間かなほとんどそうですね、今回は1人目の時の出産よりちょっと長かったですね。でも赤ちゃんが無事に生まれてきたんでよかったです。めっちゃ可愛いです分娩室から落ちそうなぐらいやばかったんですけど、まあでもやっぱり可愛いです。
コロナでね、立ち会いもできなくて、一人で痛みに耐えたりとか、すごい孤独で寂しくて途中泣いてしまったんですけど、そのコロナの中での出産ですごい孤独で寂しいっていうか、すごい心細かったんですけど、やっぱりこれから出産する方もお母さんにたくさん感謝して男の人もね、この動画を見て何か感じてもらえたらなって思います。出血の量も多かったみたいで、けど隣に可愛い赤ちゃんがいるので、癒されながら痛みにまた耐えて、これからまた新しい生活が始まりますので、その生活に向けて頑張っていきたいと思います。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。以上、ピーチマでした。まあ、今回もっと有名になりたいなということで、はい、プレステ5プレゼント企画したいと思います。はい、ここにね、プレステ5を用意させていただきました、はい、1名様にプレゼントしたいと思います。1名様にプレゼントの、まあ、YouTube 収集と、はい、僕らの動詞ということで、まあ、今回この1台用意させていただきました。どしどし応募しましょう。はい、お願いします、はい。まあ、ここで当たらない人ってやっぱいてるわけですよ。そりゃそう、今まで当たったことない人とかのためにちょっと僕考えました。おお、まあ、さらにこれも YouTube の収益ちょこっとと、まあ、僕の動詞、はい、加えて加えて、はい、プレゼント企画終了の次の日にインスタライブにて、レイちゃまのフォロワーさん限定で、はい、Amazon ギフト券11名様に配ります。